カーですね。これ最初の撮影なんですけど、なんとですね、さっきレシピ本の撮影してまして、飲みながらやってまして、かなり出来上がっております。ということでですね、今回はそんな出来上がった飲み太郎が作るですね、締めのスープもう締めんのかいみたいな感じですね。至高のね、卵スープ。僕が好きなお店とかだと最初にね、スープをお通しで出してくるところとかもあるんですけども、スープってね、実は皆さん酒飲めるんですよ。ということでですね、今回はお酒もいけるし、締めにもなるというですね、もうほんと全自全能のスープを作っていきたいと思います。至高の卵スープです。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料紹介します。これね、材料で簡単なんです。これ卵ね、卵、エッガと、これ英語でなんていうの、ネギ、ロングネギです。じゃあ2分の1本、まあ大体 60g ぐらいのね、はい、もうこれだけ。卵スープですから、今回はですね、もう本当に存在感のあるおまけじゃないこの卵スープ、これをやっていきます。ということでですね、今ちょっと氷結飲んでたんですけども、氷結めちゃめちゃうまいんですけども、ちょっとね、僕はいいのもらってね、これ、レモンサワー、お店で漬けたやつなんですって、塩レモンって書いてあるんですよね。これね、レストラン塩のね、鳥羽シェフからもらったんですね、これね。これめちゃくちゃうまいんですよ、この、ね、レモンサワー。しかもね、料理に合うの、さすがシェフのレモンサワーだよね。これ飲みたい。はい、ちょっと濃いけど、まあいっか、飲み太郎だからね。香りがいいんだよね。これね、ちょっとレシピ教えてもらいたいけど、ちょっとあんまりおいそいと聞けない、お店のもんだから。ということで飲んでいきたいと思います。いただきます。これ超うまい、本当にこのレモンサワーだけ飲みに行きたい感じもあります。ということで、強力な助っ人を手に入れた僕はもう何でもできますんで、何でもやっていきたいと思います。はい、じゃあまずね、やっていきたいと思います。長ネギを切ります。僕長ネギこうやって切るんですけどね、皆さんお好みでいろいろ切って、とにかくみじん切りにすればいいんで。大好きなのは日本酒と塩、はい、レモンサワーじゃねんかっていう感じですね。はい、こんな感じですね。こんな感じでみじん切りにしていただければ大丈夫です。卵スープなんですけども、このネギってね、やっぱりね、薬味の効果がね、長ネギってあるんでね、これちょっと浮かべるとぐっとスープに高級感が漂いますんで、最近ね、俺いっぱいで酔っ払っちゃうんだよね。これでもう沸かしていきます。はい、まず卵スープ。卵スープもいろいろあると思います。もう今回ね、しっかり存在感のあるスープに仕上げたい。まず水をね、 500cc、 これね、3、4人前はあります。まずね、火かけます。で、ここに、調味料をね、入れていきます。いつも僕ソーミシャンド使ってるんですけど、今回ウェイパーです。はい、小さじ1半、これがね、スープのベースですね。僕はね、卵スープ鶏ガラで作るんで、小さじ1半入れてください。これがスープのベースになります。そしてですね、ここですね、これはね、入れる方と入れない方いらっしゃるんですけども、オイスターソース、これでね、甘みとコクがつきますんで、これお醤油より僕はオイスターソース派なんで、オイスターソース小さじ2杯入れます。これでコク、甘み全てつきます。香りもつきますしね。で、ここに黒胡椒、ね、削るタイプがあるんで、はい、これは好みなんですけども、僕の好みで言うと、まあ思ってる、で、3倍ぐらいの胡椒入れた方が僕向きなんで、これぐらい入れると結構つまみにいいんですよね。スープをつまみにする男なんで。で、沸かします。沸かしてる間にね、鍋、これなんで鍋でやるかっていうと、卵溶くだけなんですけど、ここ注ぎ口あるじゃないですか。注ぎ口があるもので溶いた方がいいんですよ。ここからね、細い糸を垂らすように卵を、やると綺麗に仕上がるんでね。はい、なければないで、別にボウルでもいいです。はい、ここに卵2つ割り入れます。はい、で、ここでこれも鳥羽シェフにもらった菜箸なんですけど、これもね、パスタをいっぱい茹でても折れない箸なんですけど、で、これでこんな感じで、これね、完全に溶いちゃっていいです。親子丼作る時とかあんまりかき混ぜないでとか言ったりするんですけども、卵スープの場合はもう全部かき混ぜていいです。そうすると黄金色のスープになりますんで、今もう締めに向けていってますんで、こんな感じでよく溶いてくださいね。で、このスープっていうのはお通しで飲んでもいいんですけど、締めに飲むのが一番美味しいので、自分を締めの状態に持ってきます。あー、これ全部飲んだら締めの状態に持っていけるかもしれないですね。沸きましたね。沸いたらね、ちょっと弱めの火にします。
で、ここに片栗粉でね、とろみをつけていく。片栗粉ね、これを小さじ2杯中華スープ、まあ卵スープでとろみつける方とつけない方いらっしゃると思うんですけども、僕はちょっとつけた方がね、好きです。はい、食べ応えがあって。で、ここにお酒ね、大さじ1半。で、お酒もね、清酒がいいです。清酒が、料理酒はね、ちょっと塩味がつくんですよね。で、塩味を考慮すれば料理酒もありです。この片栗粉をお酒で溶くんですね。で、こうすることによって香りがつくんですね。はい、スープに。最近はね、コク漬けもあるんですけども、香り漬けもありますんで、この中華スープね、このお酒の香りすごく合います。で、弱火にしたらここに回し、入れていく。はい、で、混ぜてください。で、混ぜたらちょっとね、火強める。ちょっと煮立てることによって、この片栗粉のとろみがね、定着するんですよ。ちょっと火を入れるんですね。このとろみのスープがね、本当に美味しいの。とろみがついたかどうかはね、こうするとちょっととろっとしてくるんですよ。はい、これで分かりますから。はい、したら卵を入れていくんですよ。で、卵ちょっと飴押しで溶いて、で、ここ重要です。こうね、かき混ぜながら、こうちょっとこう水流を作るんですね。水流を作りながら、こう糸を垂らすように入れていきます。最初はね、3分の1程度。あんまり一気に入れすぎちゃうと、スープのね、温度が下がっちゃうんですよ。スープの温度が下がっちゃうと、卵がこんなふんわりいかないんですね。すっごいふんわりいってるでしょ。これなんですよ。これめちゃめちゃ美味しそうじゃないですか。で、すぐ固まってくるんで、固まったらもうかき混ぜて OK。そしたら、もう一回かき混ぜます。この水流を作って、で、ここに、またこう、入れていきます。糸を垂らすようにね。はい。3回ぐらいに分けた方がいいかな。はい。はい、こんな感じ。はい。ほら、めっちゃ綺麗でしょ。めっちゃ綺麗な黄金スープになるでしょ。これなんですよ、皆さん。この綺麗なこの景色を見ながら飲みます。あー、ね、固まってきたんで、回しながらこうやって糸を垂らすように、卵をね、入れていく。そうするとね、もうふわふわの。この時の火加減っていうのは弱火で平気ですからね。これね、弱火で決して煮立たせない。煮立たすと卵がね、コションコションになっちゃうんでね。そしたらですね、ここに長ネギ、固まったら長ネギ、これ最後に入れてください。最後に入れると、シャキッとした食感が残りつつも香りが出ますから、これをちょっと回していく。この卵が固まったら、もういくらもかき混ぜても大丈夫なんで。はい、ということで、なんと僕の締めのスープ、至高の卵スープ完成になりました。できましたので、いただきたいと思います。いただきます。これ絶対合うよ、レモンサワーとこの卵スープ。いただきます。いただいちゃっていいかな。いいと思う。はい、いただきます。ほんとこれ好き。味がすっごいしっかりしてて、卵スープってね、こんなに普通卵入ってないんですよ。なんですごく具だくさんで、そして後入れの長ネギがシャキッとしてて、香りが立ってめちゃめちゃ美味しい。これはね、味もしっかりしてるんで、少しご飯入れて卵クッパみたいな感じにしてもめちゃくちゃうまいっす。いけるね、酒ね、これね。お通しで出してもいい、締めでもいい。始まりと終わりのスープ、名前を付けました。そしてここで味変カンフジネいきたいと思います。やっぱね、もうお酒飲んでることですし、ラーの油ですね。人たらし。調理過程でごま油的なもの使ってないんですよね。なんですけども、香りの強い油を入れるとまた化けます。最高です。そしてスープより先に酒を飲み合ってしまうという、この罪。これがね、五臓六腑に染み足ります。スタッフチャンス！締めの状態の人。これ何でどうした、このまま入れて。あ、このまま。あ、そう、男だね。おいっす。おいっす。トバサワー飲んでもらいます。うん、まうまいよな。塩レモン、これ多分ちょっと塩入ってると思う、ね、俺何も味聞いてないけど、めっちゃ好き。これめっちゃうまいよね、うん、これね、やばいんだよ。レストラン塩で出してるレモンサワーをうちのレモンさん、うまい、頼んでくださいって言って、そりゃ鳥羽さんがうまいって言ったらうまいよな。これはうますぎる。定期的に買いたい、これ。いや、もうな、これダメです。至高の卵スープの回なんで、はい、レモンサワーの回じゃねえ。レモンサワーで1本取りたかった。レモンサワーの回じゃねえ。じゃあ、すいません、いただきます。
うまいだろ。これもうまいわ。割とスープ得意なんだよ。卵ふわっとしてて、長ネギがさちょっとシャキシャキしてるのがさ、これがのなんかこう楽しいでしょ、食感的に。ちょうどいい。まあ締めだね。もうちょっと塩入れればあのお通しでいける。さっき作ってるとこちらっと見て美味しそうだから、うん、なんかもう次の日の朝用かなって少し思ったんで。あ、次の日の朝用で取っとくとね。あ、まあ今日飲むからね。どちらかというと次の日の朝の方がダメージ大きいから。哲也はね。あ、俺はね。あ、俺も大きい。大きいよね。次の日だから年中使えるってことですよ。まあまあそういうことですね。だからご飯入ればクッパーみたいになるし、うん、うん、そうね、足しっかりついてるから。でちょっとあのラー油の魔法かけて。これはもう完全にあの焼肉屋さん系の。これやるとちょっとあのつまみスープみたいになっちゃうね。これはな、夜ご飯で食べたい。これは夜ご飯で。うまいよ。いやもう今日閉まりました。もう本当ありがとうございます。もういやいや、ごちそうさまでした。本当にじゃあこれから飲むから。い今胃の具合あの落ち着いたでしょ。はいはい、乾杯。よっしゃ。じゃあ今日の皆さん、バズレシピ劇場はいかがでしたでしょう。まあ、まずね、もうスープはもう絶対的にうまいですね。あとはもうこのこれ紹介してもみんな飲めない。だからお酒飲めるあのこの状態になったらそのしあのレストラン仕様に行っていただいた方がいいと思う。ただね、これね、これの作り方教えてもらいたい。本当にうまいこれ。ということで至高の卵スープ、ぜひ皆さん試してみてください。このとろみのスープがね、本当に美味しいよ。あ、今ちょっとヤマトさんが来たので、ヤマトさん早く来て。ヤマトさん、はい、